レバナスで銃を手に入れる。レバレッジ投資会付きです。本日もよろしくお願いいたします。 ちまた、あ、ではね、えー、今日中間選挙ということでね、日本時間の夜の8時から投票開始だと、えー、これでね、株式が上がるのか下がるのかでね、まあ、一喜一憂するのが今日は普通だと思うんですけれども、私の関心事っていうのはね、選挙が終わって株価が上がる下がる、もちろん関心事ではありますけれど、予想することはできませんよね。ということなので、確実に予想できるもの何かということで考えていきますと、そろそろですよ、12月の分配金です SOXL、ーブルティクルこのね分配金がね12月にしっかりとねいただけるんじゃないかということで、ちょっとね、ティクルの方は今回除外してますけれども、入ると思います。 SOXL と、ね、ウェブルどれぐらい、ね、入りそうなのかっていうのを、ね、見ていきたいと。あとはいつも通り、ね、ビットコインとナスダック100先物の,の方は動いておりますので、ね、こちらのマーケットの方のチェック T999 こちらの方の差し出も考えていきたいと思います。盛りだくさんの内容で作戦会議スタートです。はい、ということで、ねまあ、いつも通り国債の利回りチェックしていきましょう。10年債利回り4.22。 2年債利回り4.72、3ヶ月もの4%とね、相変わらず高い水準になっております。10年債利回りのチャートの方を見ますと、一旦ね、下落したんですけれど、さらに浮上してきたということになっております。TDC シャル的にもね、しっかりと上昇トレンドを継続中ということになってきますので、このまま4.222と、ね、なっております。利回りが4.5。 そして5%なんていうところにね、上がっていけば株式はもう一度ね、安値圏内掘りに行く展開ということなので、まだまだね、予断は許さない状態ですよね。2年再利回り、こちらの方のチャートはさらに恐ろしくてということでね、10年ものっていうのは今上昇し始めて最高値の方に来たんですけども、こちらの方はね、最高値の方に常にいて、いつ更新していってやろうかとね、 見てるんじゃないかと、えー、特に3日前ほどのヒゲを、ね、つけたとき、5%軽く突破しておりますので、2年債利回りですよね、こちらが5%に届くような状態になれば、もう一度、ね、株価はそこを掘っていく展開に戻っていくと思いますので、中間選挙終わった後と、ね、利回りが低下していくのかどうかというところをしっかりと、ね、見ていきたいところですね。確実に国債の利回りと 株式っていうのはシーソンの関係ですから、どうしても国債の利回りが上がってきますと、株価っていうのは高値を抑えつけられるというところはね、致し方なしということで。さあ、ビットコインなんですけれどね、こちらはまたね、下落しているということなので、まあ、基本的にはね、はい、レンジをね、形成しているという、ね、状態がまあ続いているのかなというふうに思っております。ビットコインがずっとね、継続してレンジから抜けれないということになってくれば、 NASDAQ100 の方はね、ビットコインは NASDAQ100 の先行指標と言われてますので、まだまだ NASDAQ100 の方もね、連を形成していくのかなというふうにね、考えております。今ね、マーケットが開いていたとしてもね、しっかりと下落ということに、ね、なっておりますんで、うん、あんまりね、ビットコインには中間選挙っていうのはね、関係ないのかなというのがね、まあ、今、ビットコインを見ててね、思うことです。上昇せずにね、下落しているということになってます。 まあ2万ドルを、ね、回復はしておりますので、ちょっと前までは1万9千ドルを挟んで、2万ドルと1万8千ドルのレンジだったんですけれど、どうでしょうか、2万ドルを挟んで2万千ドル、1万9千ドルの攻防になっていくのか、それともね、また元に戻って、1万9千ドルの攻防、1万9千ドルを挟んで2万ドル、1万8千ドルになっていくのかどうかというのを、ね、よくチェックしていきたいと思います。 さあ、今日のね、私のポイントビットコインということで、プラス10.5%、まだね、10%台を叩き出しています。さあ、1万8000ドル台前半になればね、ポイントの方をさらにね、追加していきたいと思います。ちょっとスプレッド強烈だったんでね、費用って利確できませんでしたけれど、まあ、次ね、上昇した時はしっかりと利確していこうと思います。 こちらはナスダック100先物の,の冷やしの方うの、ね、チャートの方になっております。今ね、ね上昇トレンドになっているんで、こちらはね中間選挙のイケイケどんどん株価上昇パターンにはまっていってくれてるのかなということで、じわっとね上昇しているというところですけれど、まだまだね様子見感っていうのはね漂っておりますよね。 しっかりと今日もね、上昇していってくれるのかどうか見ていきたいと。このあたり見てますとね、ちょっとビットコインとナスダック100先物の,のね、値動き感というのが全然ね、違っておりますので、うん、どちらがね、信用できるのかというところで、まあ、ナスダック100先物、まあ、今のところはじわーっと上昇するのかなということなので、今日ね、マーケットアイデ時のナスダック100とか QLD とか TQQQ あたりは一旦上昇していくのかなと思います。 反発に期待ですね。 こちらがね、T999。ちょっとね、冷やしのチャートなんですけれど、長めに出してみました。こうやってね、やっぱり長めに見ますと、ああ、下落トレンド真っただ中なんだな、ということで、今回、反発が来たとしても、まあ、小反発でね、終わるんじゃないのかというような感じですけれど、まあ、小反発でもね、まあ、反発していただけると、売りかできる人もいってるんじゃないかというふうにね、考えております。終値は18.52と、TDC シャル的には、6営業日下落トレンドを 継続しているとただしそろそろね、ナスダック100、先物の,の方も上昇トレンドに転換しておりましたので、まあ、こちらの方もね、えー、今日は上昇トレンドに転換していくんじゃないのかなと、今のところはね予想しております。T999 のね、えー、差し値の方を考えていかないといけないということで、いい加減 T999 じゃなくて、トリプル Q と言った方がねいいんじゃないかという気もしてきますので、トリプル9というふうにね、名前の方を言わせていただきますと、時間外取引で18.72で終わってるんですよね。えー、そして、えー、月曜日のマーケットが安値 17.71まで落ちているということなんで、まあ、なかなかね、ちょっと17ドル台というのもお宝株のような気がするんですけれど、今、上昇をね一旦反発しているような感じですけれど、私はこれ、本格的な反発とは思ってませんので、まあ、レンジの中の反発ということは、またね、17ドル切ってくる可能性があるんじゃないかということで、52週の安値が16.32ということなので、17ドル切ったところ 16.、16.99、ま、で、あ、今週1週間差し値 の方を入れておこうかなと。あとは0.5%刻みで16.32までねしっかりと差しておくというふうに考えております。52週の高値から現在79%下落になっております。ということは18.72で購入して52週の高値に戻れば4.87倍カメハメハというねことになってます。 らがアイフリーレバレッジ、ナスダック100、ダイワレバナース、11月7日、基準価格は16,427円。そして楽天レバナースは3,896円ということになっております。え月曜日、QLD がプラス2.18%でしたので、11月8日、予想価格はダイワが16,601円。楽天が3,980円と、えー。楽天レバナースの設定来最安値。 こちらの方はね、はい、ちょっと高い、ねえー、ぐらいになっておりますので、えー、ここはもちろんですけれども、ね、スポット購入ランプは激しく点灯していますということで、さあ、後半戦ということになってくるんですけどね、き、まあ、今日の中間選挙によって株式が大きく、ね、上がったり下がったり、そして、えー 10日の日の CPI の発表で、またね、株式が大きく上がったり下がったりするとは思うんですけれど、それとは全く関係なしに、株式の上下運動には関係なしにね、いただけるもの、それが分配金ということになってきますので、12月もね、分配金がいただけると。SOXL はね、意外とこまめにね、分配金がいただいているということで、今年に入ってからもね、1月の4日出ました。3月の31日出ました。 7月の1日も出ました。そして9月の30日が一番たくさん出たんですよね。この時、私の SOXL っていうのは412株しか保有しておりませんでしたけれど、ちょっと特定口座と一般人サで購入してる分が ありますので、ね、ちょっとここ混ざってますけれど、25ドル81セントいただけたんですよね、そしてそこから税金引かれて、20ドル52セントいただけたということになっておりまして、これでね、また2株ね、SXL を購入できたということがあるんで、まあ、意外とね、この SOXL の分配金って侮れないなと。今ね、412株でしたけれど、9月の30日は。えけれど、今はもっと、ね、株式の方が増えておりますので、まあ、ここさらにね、はい、分配金というのがね多めにいただけるんじゃないかと。えそしてこれが10分割の時でね、6000株とか1万株になった時っていうのは、え分配金だけでもね、えランチぐらいはね食べれるようになっていくんじゃないかというふうになっておりますので、えここね、楽しみに。いやいやさ 412株で20ドルだったらランチ食べれますよという、ね、安いランチだったら今でも食べれるということなんですよね。ですけれど、忘れられないのが何かと言いますと、2021年12月20日に出たウェーブルですよ。この時、私、ウェーブルはね、67株しか持っておりませんでした。けれども、分配金がなんと驚異の204ドル43セント出たんですよね。そして税金引かれまして16、162.92 US ドルい,いただけたということで、え67株で手元に162ドル残るのと、これはでかいわと思って、去年、さらにウェブルを買い増ししたら、 あれまさかさまに落ちてウェブルということでね株式があほう落ちてしまったわけですねオーマイゴートとねいうことになってしまってます、えー、ただし今年も分配金がいただけるんじゃないかと何のために私は1年間ね G とねウェブル持ってるんだということでそうです分配金が欲しいから持ってるんですということになっておりますので、えー、さあ今年12月初が分配金が去年と同じだけね いいただけるのがどううかということこをも、ね、しっかりと見極めてもしね去年と同じぐらいの分配金 SXL と違ってね年1回しか出ませんけれど年1回しっかりと去年と同等ぐらいにね分配金が出るんだったら今ちょっとねウェブル安くなりすぎてるじゃないですかですからまあ分配金 最近目当てでね、購入しておいて株価が52週の高値に戻るのはウェブルっていうのは一番遅いと思います。純資産総額も今、130億円でしたっけ、180億円でしたっけ、まあ、200億円を大幅に切ってる状態なんですよね。なかなかね、あのそういう、ね、問題児のウェブルなんですけれども、分配金の魅力、1年に1回ですけど、しっかりいただけるんであれば。 私がこの67株をね、えー、購入した時っていうのは、ウェブ、めちゃめちゃ、ね、高かったわけですけれど、そこから考えるとね、今、9分の1とか8分の1ぐらい、ね、値段が落ちてますんで、それで同じだけの分配金がいただけるんだったら、これはねちょっと狙い目になってくるんじゃないのかなというふうにもね考えたりしておりますので、まあ、67株でね、えー、去年、62.92ドルいただけたとなれば、これ、夫婦で。 ちょっとしたランチ食べに行けますよね。今だったら日本円で2万円ぐらいですか これぐらいの、ね、金額になりますので、まあ、お昼の、ね、ランチ、豪華に行けるということが、ね、あります。お安いお宿でしたら、1泊、ね旅,行の方ね、旅行代にもなるということになってきますので、まあ、ここ、えー、分配金を、ね、しっかりと狙っていきたいなというふうに考えております。えー、ただ、メインはやっぱり SOXL なんで、SOXL の分配金って少ないんですけれど、ただ分割が来た後ですよね。ししっかりと667株を保有てておい十分割決め あ。ました そして、6670株になった後の分配金っていうのは、ウェブル並みの分配金いただけるんじゃないかなということで、ちょっとしたね、楽しみになってくると。しかも、SOXL の方は年4回いただけるということになっておりますので、まあ、ここはね、かなり面白い状態になってくると。SOXL 株価は上がるわ。分配金はもらえるわ。そして、1回の分配金で、まあ、軽くね、ランチ行けるとなってくると、夫婦2人のランチ代が出てくるとなると、年4回ありますから、年4回の ちょっと高級なランチのお楽しみっていうのがねできてくると何かね株式投資やってて得になっていかないとねいいことがないとまあ一番いいのは分配金もらってもそれを再投資してね福利の力をかけていくということなんですけれどもまあね そればっかりやってたら、ちょっとね、ストレスがたまるということもありますので、年4回のね、何かのお楽しみというのもね、作られていくのも面白いんじゃないかと。まあ、これがね、マネーマシーンを長く持つ、コツということになってきます。やっぱりね、10年間ね、ずっと耐え忍ぶっていうのはね、しんどいんで、その10年間の中でもね、年間4回ぐらい、ね、SXL の分配金をもらって、ランチ行けるような生活っていうのもね、面白いんじゃないかなと考えております。さあどうでしょう でしょうか。今日は中間選挙8時からスタートということになっておりますので、これ、日本時間で8時ですから、23時からライブ放送をかけていったときにはね、ある程度株価が上がったり下がったりしているのがね、分かるんじゃないかなということで、23時、サマータイムは終わりましたので、23時からね、ライブ放送を仕掛けていきたいと思います。皆さんのご参加お待ちしております。みんなで、えー、今日、中間選挙、あとどうなっていくのか確認していきましょうということで、最後までご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。